Here we go. データ消えてる。中からの黒髪イケメンだからね、この流れよ。中からの黒髪イケメン、黒髪イケメンメガネほくろ。あ、シネプス。よし、今日ここからやってこう。いや、前回ねセーブされてなかったんだね。なんでセーブされてないのかなと思ってたんだけど、前回ボス行かないでやめたんだもんで、ね、完全大きなプロペラマリオ。いや、今ね私急いでんですよ、わかります？問題です。ででん、なんでシューは急いでるでしょう。54320、そう、正解。もうすぐスマブラのね、生放送があるんだよ、任天堂さんの。スマブラの発売日が、ちょ、お前らうるさいな。あった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 。スマブラの、発売前最後の生放送なんだよね。多分新キャラ1体ぐらい来んじゃないかな。いや、だからすごい楽しみ。いや、で、ここでちょっとスマブラあるだろう、皆さんに言いたいなと。お、いや、こういうのついてった方が絶対なんかあるんだよね。いや、絶対あると思う、絶対あると思う。もうこれに今日信じてきよう。え、いや、ある、いや。そう、スマブラのね、生放送があって、今日スマブラあるあるで、ね、昔ゲームキューブでね、ピーチの色を、お、怪しいね、これ。オレンジっぽくできたんだよ。で、デイジーだ、デイジーだって言ってて。いや、これマジでみんな共感すると思う。共感の嵐だと思う。やったね、オッケー。これプロペラじゃないといけないんじゃない？そう、これ、今日これだけね。ちょ、待って、今日急いでんで、あんまり喋れない。あったって、よかった。いや、いいね。これ何個目かによるな。いや、これ、なんだろう。あれ、これ、プロペラマリオないとどうやっていくんだろう。もう、プロペラマリオ前提ダンジョンなのかな。なんか、そういうとこあるよね。オッケー。いやー、昔私、マリオあるあるなんか言ってたなと思って。で、マリオあるある、ちょっと今思い出したんだけど、これ、自分のね、投げた甲羅に当たるのとか、すごいあるあるだよね。あと、なんだろう。いや、コインをね、こうやって全部集めたくなるっていうのもあるあるだよね。コインを全部取らずにはいられないみたいな。すごいマリオあるあるだと思う。あ、ヨッシーちゃんだ、ヨッシーちゃん。あ、ヨッシーちゃんであそこ行けってことだったのかもね。あ、これ絶対あるな。くそ、待って、ヨッシーちゃんは見捨てれない。いや、でもちょっと、いやー、ヨッシーちゃん重い。いや、ヨッシーちゃん、待って、くそ、ヨッシーちゃん重さあるのか。くそ、いや、でもこれヨッシーちゃん見捨てるしか上行けないんじゃないかな。バイバイ、ヨッシーちゃん。いや、ヨッシーちゃん捨てちゃった。いや、あるね。いや、でもヨッシーちゃん。待って、このゲーム、この息アップキノコ取ってなくない？これやったかな？やってないよね？やろうか。なんかこれちょっとね、なんか悪口言ってる人いて、コメントで。これ、息アップキノコだからね、みんな。なんだこれ。連続、ワンアップの大チャンス、ドアに入ってゲームスタート。お、なんだろ、これ。待って、これやったことないかもしんない。よーい、めっちゃ楽しそう。一気アップ風船割りだって。うわ、めっちゃ楽しそう。うわ、これ何回でも打てんのかな。え、これ、あ、一回か。狙いを定めます。いや、ルフィみたいだね。いや、むずい。ゴムゴムのジェット。ダーティよし、ごめんね、今日早めに終わる。さっきも言ったけど、私急いでんだよ。スマブラの生放送を見ないといけないっていう。ごめんね、別に手抜きったくじゃない、ちゃんとやってる、やってる。許してください。うおっ、太っ、太っ、すごっ。あ、待って、これ、これ油断しがちだけど、なんもないね。うお、すごい、こんな立派なの初めてだな、このマリオシリーズにおいて。うわ、これ右。いや、でもプロペラマリオ、これ多分フラワーファイヤー出んじゃないかな。取りたくないな。いや、プロペラマリオでいきます。そうだね、プロペラマリオの方がやりやすい気がする。このうわ、なんかほんとほんと、これ多分一番上まで行ってんだろうな。いやー、待って、いいか、ここで待機しようか。スタート。いや、待って、取りたくない、取りたくない、取りたくない。よーし、やって、早めに上。あ、待って、これ絶対怪しい、これ絶対怪しい。いやー、これだけか。くそ、この一気に行けないもどかしさがすごいあるな。壁チェックして、そう、私マリオって一気に進みたいもんね。んーと、なんだろう、これこのちょっと穴開いてんの気になるな。あれか、このリフトが行くようか。で、ここちょっと怪しいよね。ふっ、いや、待って、やばい、これ死にます。あ、待って、あっ、キョ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 、いいね、いいね。いや、このステージちょっと嫌いだわ。
マリオ史上一番嫌いかもしんない。いい、いやでもプロペラマリオ、まいいね、マジで強い。わ、これも無効貫通すんだね、貫通。これビヨンって跳ね返ないんだね、あのあれ。ちょっと待って、語彙力がない。やばい、やって、間に合い、間に合い、よし、あったあったあった。お、二刀流だね、二刀流。大谷周平に対抗してきてんだ。シュータイムを邪魔しようとしてる。うわー、でもこれ本当に一気に進めないっていうのがすごいじれったいな。いや、しかも今回上から迫ってくるパターンか。さっきまでならこう遠ざかっていくパターンだけど、上から迫ってくるパターンだね。いや、こういうね、ちょっとこう穴開いてるとこあると私すぐチェックしたくなるんだよ。はいはい、うん、これなんだ。いや、多分右斜め上に行くんだろうな、多分そうだと思う。さっき練習したね、さっきジェットピストル練習したね、それを私はあります。いや、多分そうだな。なるほど、でも私これ行かなくても、こう、え、あれが出たタイミングで行くのか。お、待って、私さ普通にこのプロペラマリオで行けそうだけどね。あ、やばい、これタイミングミスった。やって、間に合い、あ、オッケー、お、すごい、狙い通りで、ここ端にステイして。いや、マジプロペラマリオ最強。うーん、あ、やばいやばいやばい、そうか。いや、どんどん間隔狭くなってんな。オッケー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 、よし。お、ええ、いや、わかりました。多分左にこれ隠しあるんだね、隠し道館。やばい、これ多分隠し道館あると思う。あるね、あるあるある。これただコイン落ちてくるだけしかイメージがつかないんだけど。いやー、いや、なんでここでパルマなの。ギャップ萌えだな。うわ、やばいやばい、いきます、よし、攻め攻め。でもここ安全だね。あっ、早っ早っ早っ、このなんで、ま、全然、ま、マグマ要素ないけどね。オッケー、いいよ。いや、これやばいやばい、これスーパーハイパーファンタスティックやばい。いい、避けます避けます。で、ここでもう、よーし、よし、ちょっとね今日短いけどこれで終わります。次回からちゃんとやります。はい、終わります。バイバイ。